どうも、ドムです、お元気でしょうか。今日はですね、10分でできる簡単な有酸素系のトレーニングを紹介します。足がメインです。足を使った、インターバルトレーニングをやってみようと思います。45秒動いて15秒休憩、15秒休憩っていうのを10セットやります。なので10分でサクッと終わるトレーニングなので、時間がない方ぜひやってみてください。スペースはだいたい2畳ぐらいあればできます。では、今日はね、そんなに説明入れません。ダーッとやっていってみるので、質問がある方はぜひコメントなどで、質問してください。後々返せると思います。はい、では早速やっていきます。やりながら説明します。5秒前から最初はスクワットです。スクワットと足を閉じる。スクワットで足を閉じる。これの繰り返し。OK、 15秒休憩です。この間に汗拭いたり水飲んだりしてください。はい、次はランジ、シュザージャンプ。よーし、スタート。シュザージャンプの間に足1回閉じます。息整えて、次はハイニーズ。膝を上げて走ります。スタート。OK、 ナイスです。4つ目は低い姿勢でのジャンピングジャンプ。腰を落としたままターグ、ターグ。よいスタート。大丈夫ですか？いい感じ。次、スノーボーダー。右にジャンプしたら右手でつま先タッチ、90度入れ替えて左に繰り返し。
どう？ナイスです。適当に水を飲んでください。続いて何点ぐらい今いい感じです。いい感じ。まああと半分ですね。あと4つで終わり。スクワットジャンプいきます。よーいスタート。あと3分で終わり。しんどかったら休みながらでいいですよ。自分のペースでやれる範囲で動いてください。中腰、吐き、足を細かく動かします。キャッチしながら低い状態。はい、あと2つ。2回小さくジャンプ、1回大きくジャンプ、タック、最後バーディーで終わります。では続いては
オッケー。お疲れでした。イエーイ、ナイスです。はい、ぜひね、なんかメニュー考えるのめんどくさいなとか、今日はめっちゃ汗かきたいなっていう時に、ぜひ一緒に見ながらやってみてください。はい、お疲れ様でした。またねー。